軍服。中華民国の軍服とは、中華民国建国以降、中華民国軍で使用されている軍服である。中華人民共和国の軍服については、こちらを参照。中国の軍服は、列強諸国の進出により、国土が咀嚼地となったという複雑な背景を反映してか、様々な国の影響を受け独特な雰囲気を醸し出している。その中でも、 特に、イギリスや、ドイツ、そして良くも悪くも最も身近な列強国であった、日本の影響が強く見られる。また、全体的に国家である梅を衣装に盛り込んでいることも大きな特徴である。礼装はいかにも中国らしく装飾をふんだんに、あしらった、絢爛豪華なものである一方、常服は比較的シンプルであり、場合によっては、階級賞や陛下賞一切を取り外すこともあった。 第二次大戦後は、周辺諸国同様、三軍ともに、アメリカの影響を受けたものとなった。これらの軍装は、多種多様な軍罰や気候に応じて多種に分かれ、中には規定上存在しないもの、また逆に規定上にはあるが戦乱で実物が確認できないものも少なくない。なお、これまで軍装の改正を行う際は、陸海空核軍個別に制定を出していたが、 2007年11月9日の陸海空軍複製条例より3軍まとめて通達を出すこととなった。新朝のヨ務運動の折、遠征外は西洋式軍隊である新しい建立軍を設立した。新軍の軍服は当初、昔ながらの民族衣装であるお西洋風にアレンジした汎用装の軍服であった。東洋の服飾の特徴である袖の裾は、 機能性重視のため絞り、洋服のシャツやズボンと同様の長さになった。本格的な西洋式軍服が導入されたのは1905年であり、崩壊直前の1911年に再度改正がなされた。この時導入された制服の色は青灰色であり、以降1936年までの長らくの間中国の軍服の色ブルーグレーが使われるきっかけとなった。 中国の洋式軍装は1860年から64年までアメリカ人により編成された傭兵部隊の上昇軍に橋を発する。彼ら中国人傭兵はアメリカ式の詰めり軍服に首、頭巾を巻いていた。Y 軍は上昇軍九州の際これを参考にし、首と単位、汎洋装からなる皮服を導入、上着前面のに所属等を書いた。軍艦は 馬打ち着の前面に黒の唐草模様が入り、死没と思われるベルトやブーツ、サーベルなども取り入れられた。階級章は日本風、ドイツ風、フランス風など多種多様で階級の特定は困難を極める。1905年1月の西洋式階級導入後は37年戦時服のような袖状と青少が確認される。こうした汎用の軍服は チンタオソ海警察や第三海兵大隊霊下の中国人中隊、チャイニーゼンコインーでも類似したものが使用された。1903年3月から完全な様相の導入を模索し、1904年9月に制定された連兵諸装を定陸軍衛星少々中にて軍服勢略の一行を設置、体の形に合い、動きやすいものとしなければならないと定義された。 同年12月、停進軍完成ことよにて、8機関員の制度を改め、階級を西洋式の3等救急制とした。1905年3月の完全西洋式の階級と編成に合わせて、同月から姿勢要素を導入し、調整を経て、翌月1905年4月頃から正式導入された。上層は、品では、日本海軍の 第一種のように前合わせが、ホック式の上着で左右に各3つポケットがあるもので、あったが、正式導入では変わって、日本陸軍の明治三十七年戦時服や、天津中流の帝政ドイツ東、アジア遠征軍団で使用された、柿屋戦服の影響を受けたと思われる簡素なものへと変更された。布地は冬は、藍色上着の前合わせのボタンは露出、夏は、 カーキ色で上着の前合わせが隠し、ボタンとなっている。階級は日本軍をベースとしており、袖に配された黒のパイピングとボタンで表された。礼服は紺色で、上着はシングルブレストだが、日本やドイツ、ロシアのフロックコートダブルブレストの2種類が存在した。いずれもポケットはなく、直径 2cm のボタンが7個、17cm のサイドスリットが入る。 検証は、長さ10.5センチメートル、幅4.5センチメートル、厚さ0.4センチメートル、襟には宝珠を持つ竜が配された。宝珠の色は上等感は赤、中等感は青、次等感は白。ズボンは黒で上等感は幅3センチメートルの太線2本の間に0.2センチメートル細線が入り、間隔は角0.3センチメートル。 中等感は3センチメートルの太線が0 3センチメートル間隔で2本、次等感は4 5センチメートルの太線1本。ミサオ棒、聖棒は、朝整器は、ケピ棒であったが、正式導入では、ドイツ式の漢棒に変更された。聖棒は、上層と同色の柿、陶器の2種類があるが、冷蔵のものを平時に被むる写真も多い。従来の清子式のもの、 漢房をこむることもある。将校の帽子は2匹の竜が中央の宝玉を囲む衣装となっている。憲兵のみ帽子が異なる。貸し官兵の階級は、礼装では袖口のパイピング、常服では上腕部に V 字型の気象。検証には所属部隊を表記する。帽子は1匹の竜が前面を向いたデザイン。戦闘3年。 1911年3月9日、礼服、常服に関する改正が実施された。これまで地味だった常服は、この改正でより洗練されたものとなった。上着は上下ともにポケットに飴たなし、生地の色はブルーグレー、ボタンは7つ。将校の場合、階級はエリトで表され、エディションは 2.2cm6 芒星で表された階級章と、 その上部の平下章で構成された。平下章には、アラビア数字で連帯もしくは、代替番号を表した、対号章が付く。王章は、より簡略化され、黄、青、赤の直径 2.4cm のコカルデとなった。紙幣の検証は、公色の大使用 0.4cm の金の、パイピングで、囲み、中小学童生とはなし、紙幣は中央に 0.6cm の、 金パイピングが1本、軍師は2本入る。映像は、シングルブレストにエポレット、ピッケルハウベのものが制定されたとされるが、写真は確認できない。このわずか、半年後に、侵害革命が起こったため全軍に普及できなかったと思われ、この爪袋を写した画像は少ない。しかし、1912年1月1日の中華民国、臨時政府成立後も2月に、 戦闘帝が耐えるまでの間はあくまで新軍は存在しており、また革命勢力の間でも新軍より寝返ったものの中には新型軍服が導入、本格的な増産に至るまでの間、帽潮を取り替えたのみで引き続き着用する者も,もいた。清志帝室のこの絵兵たる禁衛軍には独自の軍服を採用された。冬の軍医の地質は同じく灰色。 軍帽の鉢巻及び襟は黒もしくは赤で、帽将、気象も独特のものであった。当時としては珍しい折り襟で、襟は黒。検証は通常部隊がドイツ式に対しロシア式であった。帽将は八鋭角型で中央に木、赤、白、青の四色の放浪が配され、襟には、蓮の花と満州族の象徴である白葉やぶさが配された。革命では、 第八鎮からの起義者で編成された革命軍の他にも、五章降伏軍、上海降伏軍など数々の民軍、革命軍が編成され、戦闘に参加。その多くは独自の征服を用いた。しかし、南京臨時政府の成立後に解散させられた。一月五日、南京臨時政府は、軍資征服令、大総統陸軍複製を制定、日には、 陸軍軍監査士閉会級表。軍服の形状及び階級賞は日本陸軍の明治39年式軍委に告示しており、傍賞は武将記事において古北軍政府が掲げた18世紀、鉄血18世紀、別名、九角18世紀をベースとして制定された陸軍軍旗である九角19世紀を反映している。襟章賞は日本軍の クワ型に酷似するが、切れ込みの湾曲がない。また、召喚でも赤の襟章をつける。階級は、軍艦は、検証、兵は、線で示す。検証は赤を大詞とし、少尉大尉は、金線一本、少量大量は二本。召喚は、大詞が金。二等兵は、半生、0.5ミリの赤線一本、一等兵は二本。二等兵目は、下部に賛成。 三センチ、上部に半世の赤線が角一本。一等平面は下部に三世一本。上に半世の赤線二本。建国直後の混乱のためか、軍政府ごとのばらつきが多かった。辛亥革命後の1912年、民国元年5月12日、中華民国政府は北京に陸軍部を設置、10月24日に新たな軍服を制定した。 常服の形状及び、階級賞は、南京臨時政府同様に、日本陸軍の明治三十九年軍医に、告示しているが、生地の色、ボタンの数は共に、新潮時代のものを踏襲している。また、冷蔵など、ドイツ色の強かった信頼とは、対照的に、フランス式要素が強くなっている。常服の上着は、日本の四十五式同様、胸部物入れは、雨ふたき。 腰部物入れは、雨蓋なしだが、胸部物入れはボタンがつかない。また、上着の袖及び袴の外側には、赤のパイピングが一本入る。襟章は五角形で、章冠は金色。襟の閉下章には、大号章として、歌詞カンペは、左側がアラビア数字、右側がローマ数字、章降は両襟とも、ローマ数字で表記された金属章をつける。また、 各兵種に属する者は、大号章と共にその兵種の頭文字を漢字で表記した、同性の襟吹きを、参謀は二つの某交互に組み合わせた衣装の襟吹きを左側につけた。階級章は、長さ十センチ、幅三センチで、歌詞官兵は赤の下地、将校は白地に金銭。軍帽は天井をくえでに赤のパイピングが一本入る。鉢巻は、 軍医の地質と同様だが、召喚は、鉢巻全体に、金色のパイピングが入り、顎紐も、金色となる。王将は、五色旗をモチーフとした木、黒、白、青、赤で塗り分けられていたが、遠征外政権の前後に、日本陸軍と同様の五棒星へと変更された。中華帝国崩壊後、再び五色星にのどされた。革命以前、 被服省は各地に分散されていた。当初、北洋政府軍は被服省というものを持っておらず、民間への大量発注という形をとっていたが、これらの軍事工場を北京に集中させ、また、ドイツや日本から大量の製造機器を購入し、軍事工場の刷新を図った。まず、1912年9月、中上海陸軍被服倉庫が設立。10月、 新代の被服省を解体、移転させて、北京市内の米倉庫を接収し、11月、新たに被服省を設立。また、朝日黒君堂と東場区と市口にあった被服倉庫を合併し、被服省に併設させた。やや遅れて1914年、民国3年4月に、武将南湖の旧軍の聖川省を受領。1915年、民国4年11月。 海よどく、清川人にある、旧軍の官営企業だった、広尻、川講氏を受領し、川省を設置。同年、陸軍被服装具検査規則が制定され、こうして、軍服の製造システムが整えられた。ベルトは、第一次世界大戦頃より欧州から、サムブラウンベルトが、幹線部官や軍事顧問を経由して持ち込まれたと思われ、やがて全土に普及した。 その後、北京政府は分裂し、軍閥閣挙の時代へと突入した。ボタンやポケットの形状など、地域によって細部の差はあるが全体的に似たり、寄ったりで大きな変化はなかった。ただし、方天罰は1924年より、聖望の鉢巻きをはじめ、袖や袴のパイピングを一切廃したシンプルなデザインとなった。帽子のはみ出しは狭くなり、 軍医の胸と腰の物入れは貼り付け型が基本となる。同様の変化は賛成派でも見受けられる。また、国民軍や孫殿法、超総省連合軍、自家路連軍では簡略化させ、階級のついた中折れ棒を被った、漁夫兵と呼ばれる、独自の軍像が現れた。やがて北伐官僚により、国民政府の折り入れの軍服にとって変わられていくが、 満州国陸軍がこれに酷似した軍装を継承していくことになる。北洋陸軍の礼装は、上着は明るい水色で、シングルの七つボタンにエポレットがつき、袖には白洋型の装飾がつく。交換、一貫はエポレットの色が平和色を表す。袴は、召喚は、上着と同色、交換及び衣貫は黒で、いずれも側面に赤いパイピングが入る。 聖棒は、召喚は、ケピ棒、交換、衣冠は、黒の社交棒で、前立がつく。鉢巻部分の装飾は当初金色の草紋用であったが、中華帝国崩壊後パイピングへと変更される。棒章は、五色の星を菊花が囲む。1924年、候補軍艦学校の開校に伴い、制服として、中山服が採用された。この学校自体、 五宝軍に代わり新たな軍隊を再編するためのものだったため必然的にこの制服が国民革命軍の軍服へと発展していった。もっとも全国の中華民国軍で一律の複製が用いられていたわけではなく各地の部隊、軍閥によって軍服の形状の際は残っていた。国民革命軍はソ連赤軍を手本としていたため 軍服も当初はどちらかといえば、ソ連の影響を受けていた。色は、北洋陸軍を継承して、青灰色の軍服が導入されたが、後に、カーキに改められた。階級賞は当初左袖に配されていたが、北伐後の1929年の改正により襟に移動した。階級を三角性で表す、ソ連軍の可視感と同じ、下地を、陛下色によって分けることで、 平和賞と階級賞を体化させるなど、全体的に援助を受けたソ連軍の影響が強い、異賞となっている。これらのものは、歌手官兵はパレードなどの際を除いて、普段着用することはなく、代わりに、左胸の符号と、右腕上腕部の師団賞で所属を示した。符号では、所属部隊及び役職のほか。 左側に階級章と同じ三角性を描くことで階級が識別できるようになっており、さらに士官用の部隊章は、外枠の色が塗り分けられていた。青は遺憾、黄色は交換、赤は償還である。軍医は草青色、ボタンは革製で、同色、直径2センチメートルと規定されたが、金属製で、密度もえのような形のボタンなど様々なものが好まれた。 帽子の頭頂部直径は二十五センチメートルで、帽子は幅五センチメートル。階級は左袖に端、青天白日照と共につけた。階級の配列は、北洋政府軍と同一と思われる。また、青天白日照の代わりに部署名が書かれたものも見られる。1927年により、武漢文庫で集められた、女性兵士は両袖に、ウーマンの頭文字。 W の赤い刺繍を廃した。歴史後、旧軍閥の被覆統一を図ることを目的として、陸軍軍爪副規例副残工条例、以下、便宜的に第一規定と称するが交付された。軍医に大きな変化はないが、階級章が襟に移行した。同年9月7日に、陸軍常副軍令副条例、同じく第二規定と称するにより、階級章のサイズが定められたほか、 デザインも第一規定とは大きく異なる。ショルダーループ型の検証に金属製の部隊衣装を作る試みもあったようだが、この部隊装は1931年の陸空軍軍艦差及び紙幣等級表制定前後に廃止れたと思われ、第一次上海事変参加の軍艦がわずかにつけているにとまる。このように短期間のうちに次々改定を行ったため、しばらくは 複数の軍装が混在した。当時の写真を見た限り、特に旧軍罰たる地方軍では一番最初の残高条例の階級章が使用され続け、中央軍との差が明確となった。この階級章の使用は、後日の陸軍複製条例制定後の37年あたりまで確認できる。色は深灰色。ただし中央各軍艦学校、共同誌。 経営旅などでは、草緑色の軍服着用が容認されていたほか、地方軍でも、新編第36史のように、特殊任務に就く部隊では、カーキ色を使用するもあった。階級賞は、第一規定では、軍艦は、絹製、紙兵は、綿織物で、大紙は、償艦は赤、高官は藍色、遺艦は白、紙兵は黄色。縁取りは、陛下で、色分けされる。 第二規定では、サイズは4.5センチ1.8センチと規定され、軍艦用階級章に金の横筋が入るようになり、日本陸軍のものに近いデザインとなった。舞台章は襟章右側に示したが、高年続に不号と呼ばれる名札が左胸につけられるようになった。また、この頃の軍艦には襟を爪襟風に高く詰める、ポケットの雨蓋を尖らせる。 軍棒のひさしを急な傾斜にする、クラウンを高くするなど、日本の青年商工文化に比類する風潮があった、子が写真より伺える。北伐後2回目の改正。この改正で、いくつかの大きな変更点がなされた。まず、西棒が廃止され、ドイツ軍型の略棒一本となった。さらに、軍服の色が、新朝からの伝統であった青灰色から、 より目立ちにくいオード色へと変更された。これは中毒合作によって期中したドイツの軍事顧問の提案を受けてのことである。軍艦妖怪求将には金の囲いが入るようになった。主艦の使用するサムブラウンベルトは、それまで各自の自費調達だったため形状にかなりばらつきがあったが、本条例ではベルトに関する規定も盛り込まれた。 国民革命軍の霊装である大霊服は北洋政府時代を引き継いだフランス式となっているが襟は爪襟から折り襟となっておりあたかも規格棒に中山服の平常制服がそのまま豪華になったうな印象を受ける色合いは明るい水色に変わって日本陸海軍の霊装同様より重厚感のある黒を基調としているこれらは同じく折り襟で黒の霊装であった イタリア陸軍の影響も考えらる。装飾は、信頼が、流、北洋政府が菊であったのに対し、国家の梅を随所に盛り込んだものとなっている。これは戦後以降現在に至るまでのコンセプトを方向づけたと言える。常礼服とは、通常礼装のことであり、軍常服との明確な違いはない。常礼服や、広報勤務者は単靴。 乗馬ズボンは規定上場が本文社に限られているが、高級軍艦の中には、好んで着用しているものもいる。野戦では、長靴ないし、裏桃、ゲートルを使用。裏桃は、甲州、レギンス、カワギャハンと、オッツシュマキギャハン、マキゲートルの2種類があり、甲州は交換以上と定められている。第二次世界大戦後は、アメリカやイギリスの軍事援助を受けたことから、 米国の軍服やイギリスの軍服の影響を強く受けた軍装となった。改正は空軍の軍服、口術に引っ張られるような形である。階級章が肩へと移動し、代わって襟には陛下を表す気象が配された。また、階級章の衣装も大幅に変更され、従来の正三角形から梅へと変更された。ただし、当初の頃は検証をつけたのみで、襟章は、 従来のものを止めたものも多い。この時期は戦後の経済政策の失敗や国境内戦も相まって改正がままならず、中には独自の改造を施しているものもいた。軍閥拡挙以来、軍曹が最も混乱していた時期といえよう、本改正によりブレザー征服となり完全にアメリカ化された。分類は礼服、万礼服、軍詰め服、 軍弁服の4種類に細分化されている。陶器礼服は黒で袖章が入る。柿礼服は白のホワイトドレス。陶器版礼服は黒。柿版礼服は白の塩尾服。陶器軍ツネ服は茶緑色。柿軍ツネ服はカーキのブレザー。現行では軍ツネ服に柿、陶器の区別は撤廃されている。軍弁服は公式。 おつ式、兵式の三種類があり、公式は長袖シャツにネクタイ、おつ式は長袖シャツ、兵式は半袖シャツ。戦時中より米英より供与された被服を戦闘時使用していたが、1946年に米軍地の型の長袖及び半袖の戦闘服を軍連服の名で導入、常服との違いが明文化された。後はアドを経て、 デジタル迷彩を導入。海軍陸戦隊同様水着にゴーグルのみという姿で知られているが赤い水着を着用している。分類は陸軍に準じるが、軍津ブ袋に公式、おつ式の区分がある。おつ式軍軍津ブ袋はジャンパー型の上着を着用。海軍は伝統的にイギリスの影響を強く受けている。新内では当初、従来のいわゆるン州族の民族衣装に ネイビーブルーの生地、袖章、短剣、ベルトというように、英海軍の要素を取り入れた、中央接衷の軍服が使用された。日清戦争後、海軍も全面的な改正に乗り出し、将校、可視館に冬は、ダブルブレストの海禁フロックコート、夏は白い爪襟の軍服が、兵用にはセーラー服がそれぞれ採用された。王将も、英海軍のデザインを受け、 怒りの上に赤い宝玉と竜を描いた。民国成立後も、基本的なコンセプトは引き継がれたが、会は、ロシア海軍のものに近い衣装へと変更された。北洋政府成立後、冬服に、日本海軍とよく似た爪襟の常服が採用された。戦後は再び海禁に戻り、現在に至る。また、軍艦には、米海軍のサービスドレスカーキや、ワーキングカーキ型の、 水兵にはユーティリティ型の上巾服が着用されるようになる。水兵はエリコーブタンに青天白日照がつく。軍装近代化の試みは、同治7年、1869年に復讐先生局が行っている。陸軍と同系の伝統的な合意で、胸の補え子の中には、和船と上官する官名が書かれた。高所7年。 1882年に英国を参考に重要接中の軍服と階級を規定した北洋水志合意図説が制定された。軍服は伝統的な水志服が近代艦染に不向きであったことから、朝廷の同意で蝶を改良した田口儀とし、袖に階級や触手を示した花柄の図案をつけた。官弁、主官の袖口の大きさは6寸、5寸。袖章は、 勘弁は宝珠を竜二匹が体に囲む衣装で、戸ぐの往復する本数で階級を示す。宝珠の色は、帝徳三章が赤、遊撃守備は青、戦争、ワブサは白。水手は、上着中央に四角形の補い子が付けられ、左襟に北洋海軍、右襟には官邸名が書かれた。日清戦争敗戦後の高所十四年、百九十八年頃、ご 夏服として、肩に、家紋のついた白い身近、内着と、両層帽、麦わら帽子が導入された。この両層帽は、高さ2.5寸、増位間6寸とされる。戦闘元年、1909年に、陸軍の三等救急階級制を参考に、海軍階級が制定され、同時に完全様式の軍装が制定された。大礼服、常礼服、 常服などに分類される。1913年1月19日に臨時大総統令により海軍服制が定められ、1918年10月21日に海軍部により海軍服装規則が制定された。国民政府としての規定は1930年、民国19年6月17日に制定された。大礼服、礼服、公服、 常服、晩礼服、晩行服、晩、常服の7種類に分類される。戦後1946年頃から軍艦冬常服が解禁型となり、1950年代にはアメリカ式の軍弁服が導入されるようになる。軍艦は長袖のコー津と半袖の高兵、水兵にはユーティリティ型の作訓服が着用された。現行は礼服、 軍んつねぶく、ぐんの4種類に分類されている。上司以上の軍んつねぶは、当器は1種類のみだが、下記では、サービスドレスホワイトに相当する、公式、サービスドレスカーキに相当する、おつ式、ザサマーホワイトに相当する、兵式の3種類がある。軍ん服ではネクタイを公式、脳体をおつ式、半袖ギャリソンキャップを兵式と定義している。 海軍陸戦隊兵士の軍曹は、迷彩柄のショートパンツスタイルの水着にゴーグルのみといったスタイルが広く知られているが、それ以外にも用途に応じて、多様な軍装が使用されている。1955年以前の空軍の軍服について、言及された文献は少なく、具体的な制定日などは今だ、不明点が多い。軍閥時代、航空隊は陸軍の下部組織であったが、 航空兵下は存在せず、不評や砲兵など、各自の出身兵舎色のままであったと思われる。国民革命軍では、陸軍北伐の間から、解禁の被服が登場し、基準した各軍伐航空隊にも広まった。その後、軍服の祭壇は、基本的には、陸軍と同じ中山武区だが、独自の気象と階級章を採用した。気象。 階級章に当時模範としていたアメリカ陸軍、フランス空軍、イタリア空軍の影響を受けた衣装となっている。1940年以降はアメリカ色が強くなり、55年以降、解禁のブレザー制服となり、また生地の色も青へと変更された。これら空軍の気象の衣装やコンセプトを受け継ぎつつも、現在に至る。また、ボタンには、 中華民国の象徴である青天白日照があしらわれているのも大きな特徴である。現役パイロットは右胸に登場員気象がつくが、後に境外化した。1931年に陸空軍軍艦差及び紙幣等級表と同時期に採用されたと思われる。軍艦の帽子を、気象は金色。上着は、腱章がつくオリエリーで、プリーツ入りの針。 ポケット4点。軍艦は、鳥の羽、機械紙、整備士艦は2枚輪のプロペラ。階級賞は確認できない。1934年7月24日の陸空海軍幹部階級表を制定と同時期に採用されたと思われる。帽子は変わらないが、帽子は、米陸軍の M1926 を参考にしたと思われ、天井部分が幅広で日差しが平行となる。 また、ベージュの鉢巻が入る。軍服の色は茶色もしくは緑で、襟章は、軍艦は、米軍同様の二枚は、軍佐、将校総統艦は、梅となる。ただし、軍職分艦、参謀、副艦、初期、秘書などは、参謀紀章を廃する。階級章は、軍艦は、袖前腕の王戦で表し、その上に、売荷章がつく。軍師、兵は、 上腕部に山形気象で示す。ボタンには空軍機の衣装である羽の生えた青天白日照が描かれた。ベルトは円形バックル。冷装内紙柿製服はコットン製のホワイトチュニックが採用されていた。祭壇は常服と同一だがイタリア軍を反とした冷養検証が付く。帽子は通常の聖帽に白のひおいをかぶせ白い短靴を履いた。 平時は、ライトカーキのシャツと、半ズボンを着用、礼服用の費用衣をかぶせることもあった。一連の規定は、正規の発表ではなかったと思われ、1938年、民国27年4月18日に、空軍服装、条例が発表された。下記は、単鉱色、冬季は草緑色とすること、香服、晩礼服などの規定が見られる。 1939年2月13日の航空委員会生殖服装残高弁法での一部修正により夏幸福が廃止された。前述の細部改正から半年後の1939年8月7日の空軍服装戦術変弁法により気象軍服の全面改定が実施された。夏服の階級章が袖から肩へと変更され、また、 軍帽の形状もはみ出しの少ないクラッシュキャップとなり、全体的に支援を受けた米軍の影響が強くなった。また、当初シシうぬのせいだった棒昇その他気昇はより、生産性を重視するためやプラスチックになった。階級章は、上部の気昇がプロペラを掴んだ和紙となったほか、襟章が三枚輪に変更された。襟の閉下気昇は十二種類に細分化された。 登場員気象は、非現役パイロットも廃用するなど、この頃から境外化が現れる。召喚の襟章は、階級症状部と同じ気象であったが、戦後の1946年頃に星となる。ベルトは再び、サム・ブラウンベルトに変更された。略防が導入され、軍艦学校生徒や、整備兵は通常こちらを被るようになる。本改正により、大礼服、礼服、 万礼服、軍ツネブ服、軍弁服の5種類に細分化された。大礼服は、小位以上の軍艦、礼服、万礼服は、士官、歌士官以上のみ着用。礼服は、軍ツネブ服に、大礼服用色書を廃用したものを指す。陶器軍ツネブ服は藍色、柿軍ツネブ服は、カーキのブレーザー。陶器軍弁服は、アイクジャケット、柿季軍弁服、公式は、 カーキ色の長袖地のシャツに、ネクタイ、カキ群弁服、おつしきは、半袖で濃体。紙幣用カキ群弁服は、長袖の解禁シャツのみ。街套は、ピーコート型、雨がっぱは、シングルブレスト。希少、ボタンは、民国28年正式をおおむね継承している。その他、女性職員は、ギャディソンキャップをかぶり、冬季軍ツネはブルザーにタイトスカート。 柿軍ツネブクは、カーキの解禁ワンピース。整備服は、兵士はつなぎ型、軍艦は、ツーピース。平行諸人員は1935年12月、平行技術人員残高服装条例によって、解禁制服が制定された。海来政権軍、現在の中国では、偽軍、公共軍などと呼称は、北洋軍閥や国民革命軍と、 日本軍を接中したような軍装であった。日本式の戦闘棒をこむることが多い。木東防強自治政府の保安隊は法典派軍内し、満州国軍に似た爪め襟で、階級省は警察のように襟に配した。中華民国臨時政府の河北水税軍の礼装は、上下黒でピッケルハウベを被る。帽子頭頂部には金色で六角形の高さ7センチメートルの突起がつき、 帽子には金の波模様が入る。袖には幅3センチの松模様があしらわれ、1、5センチの金のパイピングが0、5センチ間隔で、召喚は3本、交換は2本、遺憾は1本入る。常服は4つボタンで切れ込み入りポケット4点、軍艦は解禁で、貸し官兵は折り襟。袖口に赤のパイピングが入る。階級は胸に廃止。 民国二十四年正式に似ているが政省は後、防政となっている。肩には、所属部隊を数字と英語の頭文字、例えば第三弾所属なら、三 r 特技兵などの場合漢字、司令部ならば、例、信号兵なら、この同性気象がつく。猛虎連合自治政府のは、日本軍や満州国軍から供与されたと思われる、詰め入り軍服で、 階級章の台紙を青にしている。中国式の布製団体も多く使われたようである。王朝明政権軍の軍服は1940年11月陸軍複製条例により正式に制定された。民国24年正式と類似しているが胸ポケットに切れ込みが入るほか国民革命軍になかった参謀職所など日本軍の影響が強くなっている。 海軍も天井部が日本海軍と同じぐらいの幅となり、袖は黒。空軍は1942年8月13日の空軍複製条例により制定。北伐期に似た海禁で海球章は陸軍式だがドイツ空軍の影響が強い。翌年の改正で学生の被服は陸軍型になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。